はい、どうも、野ぞです。よろしくお願いします。お久しぶりではない。初日以来ですかね。よろしくお願いします。はい、えー、っと、予選が終わりました。得点突破。坪井くん。まあ、明日はもうそのまま。坪井くんが、まあ、一号店なんで、十一がメインデースですかね。で、十八位が佐々木秀樹くん。え、木下くんが二位、上野くんが三位と。一回、岩瀬井、樋口と、まあ、順番になっていきますね。はい。ん。<laughs> そうですね。あー、てんか、川上さん、どうも。 アイランドシ牛さん、小川さん、どうも、ゆきさん、黒岩さん、お疲れさんです。のぞぷ、やホほ、うるせえ。ひこ <laughs> さん、どうも、じんさん、はい、森高さん、よろしくお願いします。安定の負けです。負けたあかんやん。天然さん、お疲れさん、かっカッキーさん、ニョロさん、遠藤さん、しげさん、どうも、お疲れさまです。あえー、と昨日はどうも、ファンミーティングありがとうございました。えー、黒つさん、メロンソーダさん、のすけさん、こうじさん、中じーまさん、スリットマクりザしさん、ピロリさん、本田さん、よろしくお願いします。 KDO さんどうも秋野はどうもありがとうねありがとうございましたはい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 ねえあやそうさんどうもこんばんはダララさんはい TT さんお疲れっすよろしくお願いしますこちらこそあこちゃまるさん竹原さん住吉知ってんねんってだから番地を言うてって言うてる電話番号と分かれへんねん住吉はでかいんですよあーさあさんディゴさんどうもこれはさんどうもありますもちろんです 用意しししておおりますよろしくお願いしますすよろく願いあーどうもハリハリさんでは横林さんどうもタッチャーさん配置ですから振り返りましょうかねはいどうぞはい、えー、ここ柴田君足はいい感じで仕上がってたんですよでここしっかりスタートいきますねトントン矢吹さんも行ったんですけどねまあ伸びきるまで行かずオレンジモーターの柴田君がこう先前で佐々木君が これも外します。また1番がハンドル切ってはい。端末をガっポリ外しますんで、2番は差しじゃないです。ターンマークを回っただけです。はい、あれ、やっぱりね。ちょっとね。あえて見すぎてる嫌いはあるんですけどね。もうターンマックだけ見て回ったら柴田とこなしなの問題なく多分握れたと思うんですけどね。あ、レオさん、つうこさんどうも。横林さん、太郎太郎鍋ん、太郎鍋君どうもこんばんは。 で、しっかり、こ二コーナー、佐々木君、さっ前から、柴田君、外前いきます。暴れながら、なんですけどね。で、山口さんが、これ、ターマ負クをさせてきます。うん。うん。ただ、出てますよ。柴田君、足はいいです。はい。横橋さん、ひ、ひ、阪神、馬場さん、広島にする、あ,あ、そうなの。だから、竹谷さん、知ってるって、住吉さんは。 まあ、あとはこれ終始せるんですけどねはい、まあ、佐々木君は足はそこまでよくないですけどね乗り心地だけはしっかりこさしてますねはい矢吹さんこれ全然見てないな終わったら切り返し行けるなこれ <laughs> 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 見てないかなはい次いきます ありがとうございます小坂さんありがとうございます福岡来られたんですねはい津美君足は初日から来てましたで渋谷くんもいい感じに仕上がってますで渡辺くんがねスタート接歄決まっててちょっとここが攻撃の起点かなと思ったんですけどもううち2人が伸びていきますねスタートしてこれ特に渋谷くんがでこうすっとやめて3号艇の引き並みにはまることなくレバーを先に当てて順走です津美くんはもう先に回ってしまえば問題ない足なんで。 で、もう大本命です。一二です。はい、あと鈴数曲はスルスルスルっとこう上がってきますね。で、これだこれだけ定款というか幅があったら渋谷くんは外だけしっかりはまらないように対応しながら、四番が先に回るのをしっかり角度よく刺すのみです。三号艇の引き上げにもはまってないですね。で、ハンドルを戻しながらしっかり交差すると。 でこうやられると3号艇もし一番外に1にいたいつも言うでしょうバックストレッチ一番外にいた内田君にとっては一番辛いいです隅の矢ではね多重ならそんなことはないんですけどここはほぼほぼ全速では2個の回れないレーションなんでで先に回してもらった鈴木君が3着に残るともう典型的な隅の矢のパターンですねこれ覚えとってくださいはい次行きます <laughs> 浦田君スタートいきますね。彼も一緒です。足は今日はまたリング変えてちょっと良くなってました。ちょっと後手踏むんですけどね。ちょっと伸び返して岩瀬君が一旦左のハンドル切っていくよって振り見せてやめます。それを見て高橋君切ったんですけどこれ暴れちゃいます。なんで岩瀬君は引き波はまることなく指してくるんですけどこ浦田君も足がいいんで届かないですよね。で逃げ切り。アポぽうんポー ポートールさんはいどうもこんばんはこんばんははいいやいやいや名探偵困難さんうまいうまいこれほんまやな迷,迷ってんねんねこれ <laughs> うまいでしっかり4番を回したんでこれまた参考手高橋君不利な位置なんですけどねしっかり岩瀬君は回してさしてくるで4番これ一旦残りますよね岩瀬君もこれすぐ変わる ただここから浦田君は岩瀬君にずっと終始絡まれます。はい、伊佐さんどうも。一番外にいた3号手高橋君はそれを見て、もう外にいてもね面白くないので打ち飛び込みます。だ4が来たの反応して岩瀬君が外抱いて回るんで、ここ後席の内が空きます。そこしっかりクルックルッと回ってきます高橋君が。でこれ一旦エンジン乗るんですけど、すぐに被って一応右に行こうとするんですけど、ここの足が高橋君弱いんですよ。 あの引き波に乗りそうなところで乗ってしまうんですよね。あれ本当前にこう行ってほしいねんけど、あっこり引き波に吸い込まれていっちゃうんですよね。あれ、あの足がもっとあったら、多分ね、彼もっとやってます、この節。ただ、あそこが足らない。ここもそうです。超えて進んでいくんですけど、なんかこうもたもたっとしてるじゃないですか。その辺がね、足らないんですよ。あっと裏タコい、危ない。気がついたら、もう岩崎、真後ろでした。ただね。 もう視界にさ入っとけばもうこの外前だけされなかったらっていうのでやられかけとるかなホラッちゃん危ない危ないもうただこれも視界に入ってるんで外前気にしながら音がね消えたらしっかり落として角度をつけて回ってもうここはさすがにねうんってな感じですねはい、えー、何ですか はいゆきよしさんお疲れ様です清水崎さんはコスプレしないんですがどうですかねもう本人に聞かなそれは僕わからないですね彦さん、全速で2マーク回りないこと一般戦いの記念レーサーでも同じですが基本的には,ここはほぼ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 ですよ行って決まるかどうかはいかん行ってうんですここははいあのー、本当に SG クラスの選手でも行きたくないですとただ行かざるを得ない展開にはなったら行きますただ決まるかって言ったら他女のように気持ちよく決まることはここはほぼほぼないと。 ほぼほぼですよ。運です。はい。あの、潤平も言うてました。ここで行く気にはなれないですって。なんて、本当行きますよ。あの、条件反射で。行って、なかなか決まらないっていう感じですね。そのトップクラスでもです。はい、次行きます。一瞬の足じゃない。引き波のところに乗った後の抜けていく足がないんですよ。だからいわゆるレース足がないんです。あんまり。良くない。中枠スタート行きますね。森本君もしっかり行って、伸び返して。 木下君がためて回して2がストップ2がねこれ2と1の間がないじゃないですかこれを見て木下君はまくり出しができないハッ服部君が警戒してるんで見て外前に行きます外前2はこういう旋回したら空こう流れますよねそこをしっかり角度よく加賀君さしてきますズコンと2番はこの引き波に乗ってしまうとああもちさんどうも あ,スタートさんありがとう。あ、谷口さんどうも。アンさんこんばんは。これだけ外張られたらね <laughs>、木下も、もう音ちょっとちょちょちょっと言いながらね、回ってます、これ。いっぱい飛び込んできますからね、これをしっかり角度よく刺す、ギリギリです。はい。そうです。あの一瞬の波を越えていく足と、まあ、ハンドル切った後と、レバーの時の自分の。 が回りたいところにいかかに行けてるかその後にを越えていく時にちゃんとみをしっかり越えていくか否かそれってレース行かなわからないんですよね試運転ではだからエンジンが特別伸びていくわけでもなくスタートする時の行き足が特別いいわけでもないのにレース足だけいいというのはそういうことですねめ全く、ま、目立たないけどファンの人から見たら伸びてもない下がってもないただレース行ったらなんか知らんけどいいみたいなこれがレース足ってやつですね。 あ太郎鍋くんさん見ましたちょっとはいありがとうございますやっぱ渋い気で全く見えないですよこれ映像ならいっぱいこうねたん絶対終始見えてるじゃないですか見えません <laughs> はい次5レース行きます本当見えないですよだから一回俺 GoPro つけてやりたいわ <laughs> はいこれ和田くんスタートいきますねで桐田くんもこれしっかり張って対応してますなので武井さんはこれまくり出しにはいけないと踏んで外前行きます でもしっかりハンドルキって溜めて回った和田君がインか逃げます中島君いいとこ差してきましたねこれで3番差し4番差しかな上野君差してきますでドンとでこれまだ中島君余裕なんですけどこれ,これ武井さんうまかったね中島君これ上野君来てるの知ってますどうするか判断迷って落とした瞬間武井さんが先に外前行きますはいここですっと先にほら行ったでしょそこ中島君引き波乗っちゃいます でで抜けたんがここですなので武井さんこれキュっと力強く回って前にいきますこれスーッと寄せで上野くんのとこにどうするのってで上野くんはこれを見て一旦抵抗しますけど締めもう一締め来られたんでこれじゃあさすがにターンマークを回れないんで9点出してかわします中島くん絶好の展開なんですよねこれでこれ外前行ったんですけど浮いちゃいましたねここでなので上野くんこれ くるっくるっくるっと回りますただまだこれ中島君が前ですはいでうちに2番が来ますね外に5番さてどうしますかって上野君選択迫られるんですけどこれあえて打ち行きますでこれ開くんですよ玉子が開いたんで上野子がくるくるくるっとしっかり回ったっていうことですねこれあれ開いてなかったら中島君と並走かなぐらいだったと思うんですけど しっかり一定しに縦にあいたんでああいうところはさすがに逃さないですよねはい次行きますこれ大大満州のやつやな <laughs> ああああやってやりたいです僕もはいストップこの体型で大神君遅れますトップスタートは坪井くんですで、ね、ちょっと覗きますはいどうぞで絞っていきますストップでこれで2番やめましたよね ね、で大神君はこれもうすごい丸見えなんですよどうぞはい抵抗されますこれってうん悪くはないですね <laughs> 昔だったらこんなん当たり当たり前です、はい、ただちょっとスタート遅れてるとこからいってるっていうのはあの大神君はちょっとあれですけどただでもあれ締めていけるかって締めていけないですあれ バーンと締めたら2番こけちゃいます、はい、もうその瞬間反則不良反則です妨害資格です坪井君はで展開がっぽり開いたうちをこれ堤君が刺してくるとでそのもう一本外を刺してきた松本君が来て大波乱坪井君これね中村君締めていったんで一旦変わって6の方まで行って中村君変わってきたんをでこれまた1位が飛び込みます で一旦これどうするかなと思ってみたんですけど、刺し刺しです。二番が刺す、もう一つうちをつぼいが刺す。ただ二番が二番が出口で慌われますね、ババッとひなびで一気に捕まえます。うん。でこれ慌てて打ち飛び込むんですけど、まあこの辺は対応はねもういせ。 もういつも記念で走ってる選手なんでいろんなとこ見て走りますからね記念レース走る人はちょっと中村君レースがちょっと荒くなってるね、うん、多分でちょっと余裕がないんやろね足にねはい次いきますガラッキきやんか、えー、動体視力というかレースの流れを読まなだめですね、はい あの胴体視力で言っても急には対応できないんではいこれ北山君一スタートいって一気に絞りますストップこれであのまた権藤君が抵抗して2番が抵抗したらこれどっちかこけますというか権藤君こけますでもこれやめますはいやめたので北山君はまくりにいけたんですあれ抵抗してたらないです権藤君はで代わり全速まくり出し行ったけどもう無理やねこれはさすがにほい5番も引き波ハマって振り込む 1が豊田君が残っちゃうってやつですわうちの同期よかったうんとでうち、ね、6番がうちつこう回りにいってくたんで豊田君もしっかり構えて差しにいけたんですよねここねはい酒井君ねやっぱりペラ変わってたんですよただ、まあ、前回の方がいいかも分かんないですけどそんなに足打ちはしないと思いますよただちょっとまだ合い切ってないでこうコワゴワ乗ってますけど 基本的にはあれは3番と2番のやめるタイミング次第では取られます。ただ、今度が最後にちょっとやめたんでいけますけど、あれで、例えばファンの人はもう締めろ締めろって言いますけど、あれ、本当、一か八かなんで、ただ、スタート遅れた方が僕はですよ、あくまでもこれね、遅れた選手がまあ負けなんで、やめるべきです、こうやって、すぐに。と思ってます、僕はね。ただ、それは審判の方が取ることなんで分かりません。 スタートいった選手のこれはもうった特権なんで、はい、もう僕は遅れたのはやめてましたあの抵抗できる時はしましたけど無理と思ったらやめますうんはい次行きますはいトモさんともさんどうもはい高橋君スタート一発もうこれはスタテンからストップこれももうスタートいった瞬間3番はちょっと大きく遅れてますよねで科学も悩んでますけどこれ高橋君ハンドルもう一発切りますどうぞ はい、切った。これでもう諦めますで。1も諦めるで諦めたとこストップこれ3番がうまかったんですよ1と2を押さえながら6に当てないように回りますほらここ押さえながらさすんですけどその上を中村海星がうまくまくりだしこれ3分うまかったよね志麻さん太田君の場合は基本そうですはい。 うんそうですねまあそう TT さん僕もあくまで僕ではよスタートいっぱいいった価値があると思ってるから、まあ、そこも勝負なんでしっかり刺すとまあいっちゃうかもしれな高橋君ちょっとねレーサー足がどうこうっても関係ないんでねうんまあそうかなこのレーサーもこんなもんですねはい次いきます その辺の辺が難しいよね。だからもう抵抗されてし、無理やり締めていったらなんかこう危ないしその逆にファンの人はなんで締めないねんって言うけど締めていけない体形もあるんでね実際はいこれも寄せますただもうすぐ跳ね返されますで木下君は危なげなくこれハンドル回して溜めて自分の旋回したのみですで井上君は初手から外前で5はまくり出しが全く入れず で引き波全く乗ってないんでうち内田君が残るとうんただここからですね前の子が左右打ちを伝っていきますですこれ3が一旦うちに切り替えるんですよそれを見て内田君がこれ悩んだ末外前いきますなので1のこの引き波のとこに合うんでこうちょっとバックするんですよね宝石乗っちゃうんで前に行かずフッとバックした分井上くんがくるくるっとまた出てくる で内を6番がついてくると。で井上君これ右に2は見えてるオーラビジョン見ながら6見えてるそのうちね4も見えてるさてどうすると。で2が来るまで待って貯めてしっかり交差旋回内田君は外回引き波ないとこ周りに行ったんやけど前の君はこうまく3の功績の内を回ってくるんですよね。体重ある人はねこういうとこうまいよね。さんんんんどう人ちゃんこんばんは まあト,モトモさんそれはねだからもう何とも言えんよねうん現状一定身出ないと締めてはいけないってい基本ルールなんですよ抜けきってないとダメなんですよ半分じゃ締めれないんですよルール上ははいだからそれはスタートした脱脂乗りで出ると思うと締めるんですけど出なかったら締めたら結果締めた方が悪いんで一定身抜けてないでしょうん、まあ、人身事故防止直線が一番危ないんでね だからそのルール上やからだ抵抗するんですよね。だから抵抗するのも内側がいたら抵抗にならないんですよもう。こう揃ってて、例えば揃っててこういってたら、これが抵抗してもこっちにいたらもう抵抗できないでしょ。だこ,うこう行って、こう行って、こっちがいなかったら僕は抵抗していいと思うんですよね。先まくりで。ただ内側も一緒にこう平行で並んでるとこを締めてきたと抵抗しても、こうやったところで、ここにい,い,い,いてるんで、レースできないんで、それは違うなと思うだけではい。はい、次いきまーす。 はい、これ上野が付け前で沈みます胴体ですね。前田んはターンマーク見て回るのみです。ただ、ストップ。肩やハンドル切りはってもう立ってる人、肩やまだハンドル切ってる1号艇、この差です。はい、どうぞ流してください。で、ターンマークこれを外します。ちょっと一定しぐらいこ度ちょうど出口で、はい、一番気持ちいいまくりです、これは。はい、一番気持ちいいつけまいです、これ。途中で分かります。 もうターンマークを手前で隠れるとわかります。はい。オールラビジョン見ますよ。あ金山さんどうも。そうですそうです。オールラビジョン見ながらあとは視界に入ったのを見ながらみたいな。松野さんこんばんは。 ここ、一番ターン回って出口、ここから負荷が、エンジンのペラもすべてに負荷がかかります。エッジがかかるんで、そのかかエッジがかかった瞬間に、本来はバッチってペラ上がってると、こうグーンと押すんですよね。そこで空転するんです、ペラが。うーんとうなっちゃうんですよね、こう。なんか、なんちゅうの、スリップしてるような感覚に近い、ノックしてるような感覚なんです。それ、もう一回ちょっと戻して、ピュッと見せて,見してこれ。はい、どうぞ、普通に流してください。 普通流してもスローいらんあ,あそうなん。あの当こう曲がり終わって一番深くかかるここここからこういかなかんところでこううーんってうなっちゃうんですよね、まあ、基本的にはペラダイヤ巻いてあげるとかそういういろいろ対処法があるんですけどここですここからあ,あ見えへん か今後そういうコメントを知る人がおったらいたらそういうふうに理解してください。ターンマーク過ぎて一番まっすぐ、今この前に進むところのここの足がないんだなって。ペラが合ってないんだな。それエンジンではないです。完全にペラが合ってないだけです。上黒井さんどうも、キャビルとは別物。はい、キャビルは完全にへたり込むんです。っていうのは、行こうとしてるのに、なんて言っかな。後ろから引っ張られてるの,の感覚なのかな。なんかね、 空転してるわけでもないねんけどあの基本的にはこれペラがちょっと合ってないんですよねうんもう外側のピッチが足らないとかダイヤマの方巻いてあげるとか,なんかそんなの収まるんですけどいざるっていう言葉はい選手は結構言いますはい千葉さんアウトはい次いきます <laughs> はい11ですさすがえ はい、えー、これはもう北山君逃げます。D イさん外前行きます。で、そろ寺本君がまくり出してくるこもしっかり耐えて刺してるんですよね。ただ、アマートンさん、こんばんは。ここ、なぜ打ち入ったこれじゃあもう、刺してください。もしくは外前いってくださいって言う,言うもんね。だって、握れないもん、ここ。 寺本君これまだうまいこと待ってねこれもう暴れることなくこうしっかり外回ってこれができるっていうのはペラは合ってますねはい明日のメンバーいきますこれは逃げますただ 足的には渡辺君はいい、ま、ちょっと出足甘いですけどここはね本当一1451245でもこれ中村君逃げるのダメですねここはうんあとは渋谷君だからその3号艇がどうスタートどうかっていうことだけですね揃ってしまえばまあ1から4号とか1から5が渋谷君なとこ叩いてまくり出せれば加賀君は多分この枠ぐらいの方がちょうどいいと思いますはい 内枠入るよりは逃げれますね2レースこの木下も多分ピッタままで出ない限り動かないと思うんでまあ寺本君の差し切りとかこれいいんじゃないですかペラはだん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 あってきてますね彼もね目立たないですけどあのしっかり出足質も仕上げるんでいいと思いますねはい次ドンかこれはこれはたい 行きそうやなまた高橋くんがまあ高橋くんを意識して中村くんはスタートい行ければ中村くんあれチャンスあるけどねもしもうそうでなかったらしごれねこれうんちょっと抵抗されたら武井さんとか狙っても面白いかわかんないですねはい次行きますうんこれまたしごろが面白いと思いますね。 松本君ちょっとよくなってる清水さんもよくなってますけどやっぱりここ岩瀬君と上野君といダッシュ乗りのいい2人がいてるんで、まあ、桑島君もね初日の段階でもうセット返して足は向いてるんでこ外三手でここも行っても面白いかもわかんないですね。はい はい、5レース。うん。これまた和田くん逃げれるんじゃないですか。彼もぼちぼちの足ですし。樋口くんはね、いいと思います、足。これ5コースなるんで。1、2、3、4、6、5。樋口くんの、そうね、逆転もあるかもわかんないですね。 マッツンさん、渡辺さん、昨のタッチスートうのと、行きにくくはないけど、あのこれね、本音を言うと、選手は儲けたと思うんですよね、もうタッチなんか、フライングと一緒なんで、あフライング休みじゃなくてよかった、フライング切って,る切てなくてよかったと思うのが、これはほぼほぼ全員遭遇はずなんですよ。な,なんで、切らないようにしようという気持ちにはなりますけど、それぐらいです。はい、6レース これも期待なく逃げれるよねあとはちょっとレーサー足が良くなってる鈴木くんとか権藤くんが折れたりするなら面白いかもわかんないですねはい西野くん大丈夫ですか大丈夫だと思いますよ舟券予想キャビってるしいざってるでピットマトルが遅れてるんじゃ、ね、SSK さん <laughs> はい次行きましょう <laughs> あまあそれに近いかなあ芸 R さんねえー、っと7レースまあこれはもう動きたいけどどうやろうねもうとなしくロックコースから行くんかなあ F22 人もいてるやんかうち枠にほんとなんていう番組するんやこれ <laughs> お<ー>い <laughs> なんじゃこれ 逆にやぶいちさんとか狙ってもいいかもわからんねこれどうよ1号手2号手普通ってあミルクさん知らねえよ <laughs> はいこれはもう外枠で狙ってみてください、はい、でも酒井君はあのペラ交換でも足は悪くなってないと思いますよ あこれね、まあ、井上君8ですよ逃げると思うんですよ。浦田ん狙ってみてください。彼ね、あのー、エンジンは良くなってます。で、基本的にレースはレバーグーかパーなんで、全速いくか落とし回るかしかできないんで、これ本人言ってますから、決まるかもわからないです。決まったら払うんです。はい。はい、次行きましょう。準優です。 トンはいえー、とこれエンジン相場で言いますと一番出てるのはこの中で足で言うたら森本君だと思いますただ岩瀬君もペラを合わせてきてます上野君も今日のレース見るかぎりそのいざありはなくなってますいざってたらあんなつけま決まらないですだこの三者武井さんがちょっとね下降戦ですはいもうこれはっきり足落ちてます中村君もそんな出てることはないです内田君もぼちぼちなんでで内枠た人がスタートしっかり してますよ、ね、もうこれ先前の差しはもう確定的なんですけど武井さんが明日これ気配戻ってたら面白いかな外前行って岩瀬君引き波でにちょっと乗せたら面白いかなですねあとはもう外枠5号手に入った時森本君これスタートはまったらこれ彼のエンジンが一番出てるんで、まあ、そこまでやけどさすがにうちの2枚をやっつけるまではどうかなと思うけどねうん もう2人ともこれだんだん良くなってきてますからねここはまずそこの2人対武井さんの足の気配ですねうんで3着に狙だって面白いのは内田君くんですはいもうあの足はいいと思いますはい先前の2コースの武井さん外前の、まあ、これいつも言います準優なんで2着取りのレースなんでまあ一号手は逃げるのみなんではい うん、名探偵何八8レース A1 が F2 で陰線面白い走ってる方面白くないけどねこれ <laughs> はい次いきます大丈夫ですよはいん飛んだぞ銃がごめんはい銃でレースここはね木下君ちょっとねスタートしっかりいかないと やばいですよ高橋君がちょっと良くなってきてるんでスタートのスリットの足はもとも,足はも,と,もと高橋君良かったんですよこれ樋口君もいいんですよあと外枠そんな怖ないけどね、うん、伸びてくる感じだけないけどこれ高橋君だけはもう初日からちょっと伸び加減だったんですよねただベース足と向きが甘かったんで着順がちょっとばらけたり最初のうちしてたんですけどそこも徐々によくしてきてるんでこれ本当スタート10から一定身をしっかりいかないとやばいですよ 樋、うん、口君2コーすね案外うまいからあん木下君ちょっと失敗したら刺される可能性もゼロではないけどほぼインからちゃんとした旋回すればまあまあ負けないというか押し切れる足は十二分にありますねただまくられる可能性もありますねこのメンバー的に高橋君っていうのがいてるんでまあまあ言ったらこのまで博多の優勝戦みたいなもんですね高橋君どこまでいけるかはいは次行きます うんこれね坪井君は逃、ね、げると思いますで権藤君これね渋谷がこういう時うまいよねちょっとなぞりながら権藤君を七並みにはめてそ,そのままいくと思うんです狙って面白いのは和田君かなまくり差し一択のハンドル入れたらなんかどっか来そうな気するんであまりにもうち3人でかぶったらこれ 坪ちゃんから和田くん行ってみてみださいからの渋渋谷谷これいい足してますよ渋谷もも,も,も,もちろんこのね墨田名物の135とかもあるかもわかんないですけど展開がなんかすごい和田君に向きそうだなっていうのはありますね足的には坪井君が完全な伸び寄りの出足ぼちぼちですで渋谷君はバランスよく多分この中で一番出てるんじゃないですかタイムは坪井君は絶対出ると思いますただ 足で言うと多分渋谷の方がバランスはいいと思いますねはいんああ三号さんどうもまあまあそうねうんマートンさん3号手の外前手隅の上が一番美しく見えるのはさ一緒だと思いますよカメラ位置かなうん何アイランド市さん渋谷の3は暑いん暑いん うん明日ゼミナリありますね明日までやらせてもらいますよ <laughs> そうなんですよゆうさんチョキがないんですこれ浦田君はグーかパーですはい一つさんこれね、あのー、次の日の番組を作る関係上ですねやっぱり新聞社新聞社の方も何時までに締め切りっていうのが時間があるんですでないとその日に発行して翌日の朝一出せないっていうのがあるんで それに間に合わすためには、その十一レースまでがリミット。十に終わってからやっちゃうと、水面金時間に間に合わないんですよね。その関係す、上。九十十一で。最悪十二レースだけ決めといて、あとはまあ、後から何とでもなるんでね、選抜戦はその卓上で決まってるんで。うん、エイトマンさん、どうなんやろ俺、あの詳しいこと知らないんですけど。なんか、誘導席の方もやるみたいですね、工事ね。 ルリカちゃん瑠リカさんどうなんですか無理じゃないですかうんわかんないですけど北山君伸びるっていうよりもダッシュ乗りがいいのとうちが掘ったアジャストした分じゃないですかはいで12レースいきますはいどうぞ女子戦ですんこれ出てるのは2番 良くなってるのが清水さん。わあ、これはに今井ちゃん逃げるかな逃げるかな、うん、逃げると思いますね。さすがに維持でもで。今井さんが一番出てるかな、この中じゃん。なんすか。あれ、なんでした野添さん、浦田さんみたいな例さーーいると怖さありますかだから、ああいうのが怖いんです。<laughs> はい。ああいう人が怖いんです。別に、上手い人は別になんちゃ 思わないです、はい、何をしてくるか分からん人が一番怖いです。はい、ん ?JLC の画面落ちました。JLC じゃないもんねこれ。<laughs> まあ田上さんまだですね。はい。で皆さんここでちょっとあのクイズいかせていただきます。1問目。こんなクイズどうぞ。 ちょっと待って出すからねはいいきます周回転じのケアがいいのは次の1からのうちどれですかとはいどうぞうんうん1から4ですよ皆さん これ後であの出しますんでここでチャットに打たないでくださいねほう <laughs> <laughs> どうよどうよどうよこれ どうですか皆さんちょっと待ちます何ミルクさん JNC の面接落ちたん面接のに行ったんんで落ちたんいらんこと言ったんちゃうんすかそれ面接落ちた言ったら大丈夫ですかこれ1問目やんね、はい、皆さんこれどうですか誰だかあいつここに売ったらあかんって言ってるやんか今の1から4のとこに売ってって言ってるんだからポー・ポー・トールさん聞いてます <laughs> さっき出,たか出たでしょ1から4までそこにちょっとこうポンと押してください1番ちょっとだから、ね、こっちに打ったらあかんって言ってねだから2番これがね何がどうかって言ったらもう言ったら今言うたら1番レバー握った瞬間に前に進んでいく推進力ですねはいなんでみんなチャットに打ち込むんや <laughs> 聞いてますか話を今ちょっと 出ししたでしょ1から4のその選ぶやつうんわかりますかねはいバスケット退場はいつどうぞ答えドン2号手お二と4で割れたね95票正解どうぞ でんはい2番です2号手ですこれね何が違うかって言ったらあの端末頂点から出口に向かっていく角度とスピードを見とってください2と4もう1とあれは3はいいですわこれなんとなくこれ掴みすぎですね前が浮いてちょっと流れていってますストップここから前に進んでいきますあ,あの手前もうちょっと戻してはいここら辺からハンドル切り終わりますでここからレバーにいきますこ,こから前にグッと しでしょうググッと3、まあ、これはタが当たりかけたらあれですけど4はそこが甘いんですよねこうキュッてこの一瞬の前に進んでいくと足え見とってくださいこの反応レバーと全てがリンクしてるっていうのこれ3も割れないけどタマが当たりかかってるからね4はそこはちょっとメリハリがちょっと足らないんですよね2です おめでとうございますはい次もう一問いきます今日は2問あんねみんなバスケさんも分かんないで答えたもん大丈夫やからはい次から1から4のうちどれですかあそうそうそれはあるね 3, 3番ねどうぞうんうーんなるほどあこれははい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  一番うんこれ今のさっきの問題踏まえてみたらもう,こうちょん楽勝でしょああ これは楽勝ですよ、皆さん。90%いく,といくと思うね、これね。1から4です。もう一回見ます引 <laughs> っ掛け、引っ掛け問題じゃない。はい。うん。 はい次どうぞはい皆さんこれいきますよ1一番回った感じ手前の感じ出口の感じ見ましたおちょっと待ってちょっと待ってストップ、うん、ちょっとみんなやるやない73%すごい分かりやすいでしょだこういうのをいっぱい見た方がいいんですよ分かりやすいの見てこれ3番が一番悪いんですけどはい一番悪いの三3番ですこれ まあ4もそうですけど3の方が悪いですね。分かりますあまだ答え出してなかったごめん。はい2、2です。今の分かりましたいや、ちゃいちゃい同じ選手じゃないね。そういうこと、3号さん。手前からしっかりこう向いて、そのまま卵出口に向くときにこう押していってるでしょ。ギュッと。これ一応んのもうぐーっとこう、うっとまんべいない メリハリハがあるここからキュンとこうこキュッとこう、うん、3本ほらへ先がずっとこう向いたままこう滑っていってるような感じでしょまだ読むのがましですねまだまだですよ SSK さん展示生活100%をご褒美くださいえーとどうしようかなだか市役所の方に行ってもらっていいかな <laughs> あ いいいやいやいや減速がうまい選手なんですよ。これね、結果、減速ってできないんですよ、ボートって。<laughs> 減速するのはついてないんで、ブレーキも何も。ハンドル切りながら、レバーをちょっと緩めながらハンドル切るんですけど、その時に、だからペラがしっかり合ってるか合ってないかなんですよ。ペラをちゃんと調整できてるか、その人がちゃんと操縦できるように合わせることができてるかっていうことだけです。はい。それが2号艇は、リンクしながら、レバー当てた,た瞬間、ボートがしっかり向きながら前に 進んでいってる。それ、まあ、逃げた人が横に滑ってる人、前に行ってる人、まあ、バタつく人って、まあ、あるんですけど、バタつくのは引き波とかだたバタつくんで、まあ、関係ないんですけど、うん、よしシラクってきて。そう、メリハリ。ほんと、あの、旋回中のこここう、キュンっていうのこの、ここなんですよ。だこれがいいのをずっと見て、この悪いのを見ると、その差がわかりやすいでしょ。そうやねそうやねそうやねそういうことですよ。 大丈夫ですか皆さん。3選んだあかんな、落第やな。<laughs> はい、あリさん。はい、あよかったね。当たったんですね。おめでとうございます。一度にの違いとから全然違うでしょ。うん。向きが。最初の、当たった瞬間のこのへさっきのキュッと入り方が。まず、ここなんですよ。ここ。かかりよくて出足のいい船。うん。あー、なるほどね。かっきーさん。なるほど、なるほど。 そうですよペラがしっかりあったらちゃんとハンドル切ってボートが落ち着いてればレバーに握った瞬間へ先がキュッと前に入りますで入って負荷かかったところでちょうどいい具合のペラに調整できたら前にこうギュンと押すんですよねそれが掴みすぎてたり抜けすぎると負荷かかったところでさっきの言葉じゃなくていざるっていう言葉がねうーっと止まっちゃうんですよね前に行かずにはいどうもアスンさんはい <laughs> いつも通りやなえ s サさん渋谷区役所あかんで、ね、俺の昔のホームグラウンドだから よいったわほんま。ね、中野次郎さんに出る。いや、いらん。<laughs> あ,あそうなんですか、アイランドでした。毛アマネなんで。豆もやしさんの弟子、好き、誰が誰よ。<laughs> あそうそう。だからそか違いが分かるっていうのが大きいんですよ。だ言い悪いは、あのー、まあまあ、いっぱい見ていければ分かります。僕はなぜ分かるかって、乗ってる側の気持ちで見るんで。 はい、あこうしたいけどこういうふうにしたいんやろうけどなってないなということはできてないなあってないなっていうことなんですよねやらないですタジのことは <laughs> あっ伊佐さんも自分もすみの絵区役所あそうなんですね僕らあの成人式すみの絵区役所やったんですけど僕は200人ぐらいが待ち構えてるって聞いて行いか,かなかったですはい本当あの電話かかってきました野添何してんのと えー、俺、ちょっとボラボラしてる。あの200人ぐらい待ってるよ行かないと。レバーロックできます、4段階。ココン、カコン、カコン、全速4段階できます。でも、使うことはないです。ノリギンさん、今日はカラオケに行くんですか <laughs> 何を言っとんねん。俺、年間、年中、カラオケ行ってるわけないねん、ほんま。<laughs> ああ、ほんま、もう頼むわ、みんな。てな感じでね、今日もあのゼミナール、えー、この辺で締めさせていただきますけど、明日は準優勝戦、明日までゼミナールやります。はいで 明日の解説者は一応先も出しましたけどもう一回出してもらいましょう立山大先輩と私です最終日は小松大先輩立山大先輩2人濃いね俺は明日濃いないよ明日薄い明後日来濃いわね <laughs> ほんまにあペアボト乗せてペアボトやってないんやこれがね残念ながらね出せる乗せれるもんなら振り落としてあげたいけどね俺ほんまに全速でハンドル切ってあげたいけどね というよてな感じであの今日もゼミナールありがとうございました。明日配信出ますんで、またよろしければ2時58分ぐらいかな、始まりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。えー、今日はカラオケには行きません。りりまますありがとうございました <laughs> さよなら <laughs>